4月13日、いよいよ苗代作りです。私の米作りの先生の本家の田んぼで一緒に作らせてもらうことになりました。大ベテランと一緒ですから、鬼に金棒です。今は苗代の床を水をかけて練っているところです。土をよく水と練っていい苗が育つようにここを作ります。これが一番の作業です。私もやりました。みんなでやったので1時間弱ぐらいで終わりました。この方が先生のご本家のおじいちゃんで、もう80は過ぎて腰も随分曲がっていますけれども、先ほどからこの最後の苗代の仕上げを立ち上がることもなくやり続けています。ものすごい強靭な体力です。この後この家の嫁さんが入れてくれた美味しいお茶を美味しい漬物でいただきました。この絵はもうすでに苗の箱が置いてあります。田んぼを歩くときはひっくり返りそうになって、慣れるまでは大変でした。一通り終わって養生をしているところです。下の苗箱の上にも空気が通るように穴の開いたビニールがかかっていて、さらにその上にビニールシートをかけます。これは寒さを調整するためです。霜を避けるためです。一通り終了しました。見事でした。